ちょっと大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ、大丈夫か？怪我してない？なあ、全然電波来ねえんだけど。 言う通りにしろ。 私だけが君たちを救う。君たちの魂は循環する。来るべき世界の礎へと。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。
敵だ。あと、あっ、か、何言ってんだよ。そもそも、あんた一体。おい、抵抗するな。これはもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな、どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には聞いてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。差しするな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。スレンダーマン。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。そっちはまだ霧が残っている。戻れ。霧からは離れた方が良さそうだ。
証拠だ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。別の道を探そう。失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。チャージショットを試してみるぞ。
てやれ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。結晶体で補給をしておけよ。
まともな状態じゃないぞ。全て信じるな。してあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あん
たを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK、マリオ、頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリー、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。